ペレット装備専門店渋川市ペレットマン群馬です。アメリカ大統領選挙の、集計の結果がほぼ確定というか、出たということで新聞の報道がありました。バイデンさんが、しっかりと勝っているという感じを受けます。トランプさんもですね、当初の予想に反して、相当検討しているということではありますけども、結果はですね、多分覆られないというふうに思いますので、やっぱりノーサイドの精神で、しっかりとですね、これからは手を組んでですね、アメリカの国益のために頑張っていただきたいというふうに思います。本日も、ペレットストーブの打ち合わせ、またメンテナンスの打ち合わせ等々あります。だいぶ寒くなってきてシーズンに入ってきておりますので、そういったご相談が多いわけですけども、燃料も含めてですね、早めの準備をしていただくことがこの冬は大切かなと思いますので、よろしくお願いいたします。ペレットストーブメンテナンス申請設置、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたら、ペレットマン群馬までお問い合わせください。